おお。もう燃えるね。燃える。燃えるのは燃えるんやけど。だとね、どうしても火がなくなっちゃうので、本当は、すみません、すごい。ちょっと下に準備しておいてよかったな。あ、火のいい匂いが、これはね、火のいい匂いるよね。で、このメッシュのね、メッシュ焚き火台の時、下が抜けちゃうので熱が逃げやすいんですね。で、そういう時は。こういう竹みたいな平べったい枝とか板みたいなのがあったら、こういうのを下にやることで熱がここに溜まって次の火が大きくなりやすいっていうのも、やり方としてはあります。なるほど。止まっちゃったんで、ちょっともう一回準備します。まあ今回はね、こういうのでやってますけれども、もっとお手軽にっていうのであれば、あ、取れちゃった。新聞紙とかね、あんなんを使ってもいいですし、あとはね、お家で余ってる割り箸とか、そういうのもね、最初の燃やす薪としては結構使えます。ついた。ガチもこっち来る。風向きもありますね。どうしてもね、こういう木の皮がついてるとね、煙が結構出やすいので、おすすめですか。太さ別にね、竹とか枝を分けてたんですけども、これを分けてない状態でやると、例えばこう最初のね、この火が大きくなる前の時に細い枝をね、いっぱい使いたいのに、太い枝の中に細い枝がこう埋もれちゃってるとね、パッと補充できなくて、その間に火が消えちゃうということがよくありますので、スムーズに火をつけるために、スムーズに焚き火をするために、使う用途に合わせてね、こう枝を燃料を分けておくと、使う火がね、こう落ちてきた時とかに焦らなくていいと思います。なるほど。おお、結構火が、おお、すげえ。まあ、ここまで大きくなってくると、まあ大体火はついてくれるかなと。ここから消えることはあんまないです。もう熱がこっちまで伝わってきますね。うん、あんまり近寄るとカメラも熱くなっちゃうから、ね、あ、そうですね、ちょっと使えなくなったら嫌だな。で、もう細いのでね、だいぶ火が大きくなってきたなと思ったら、細いのを補充してる間に、細いのが燃えてる間に、中くらいのね、指ぐらいの太さのやつも 2,3 本入れておくと、細いのが燃え切るまでにこの中くらいが燃え始めてくれるので、途中で入れとくといいです。
これが大きくなるんだけど、まあもしキャンプとかの場合はこうやって火がねある程度安定してバチ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 燃えてきたら、その間にこうお料理の準備とか食材切ったりとかそういうのをしておくと、ここからちょっとね大きくなると時間かかりますので、そういう感じでやるといいかなと思います。面倒くさがらずにこういう火バサミとか使うと安全です。火の中に水気が残ってるとこういうシュー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 出てきます。こっちもか、すごい、うん、水がってことはやっぱりちょっと半乾きの火があったとか、この竹も多分竹自体は一回枯れてるんだけど、さっきね向こうにあった木の下にあって、あんまりこう火が当たら乾かないところにあったやつとかは雨水が染み込んでこう水分が残ってたのかなと思います。なるほど、すげえ色が、色がなんかカラメルみたいな、カラメルやね。美味しそうですけどね。まずそう、まずいっすもう味は多分最悪っすね。もし野生の味がしそうっすね。すげえ、すげえ、キャンプファイヤー、キャンプファイヤーだ。適当にやる。中も中華のやつ入れていいですか。いや本当は火の向こう側にね、風下に燃えるものがあるっていうのはあんまりよろしくないので、本当は炎症しないように離した方がいいですね。移動しようかな。移動できるかな。あ、もう無理、熱い。焚き火とかね、する時にあった方がいい道具としては、今回ね河原でやってるんですけど、直火を防ぐためにこういうね焚き火台を使うことで環境への影響を減らしてます。で、あとこういうね火バサミとか手袋ね、で、市販のお店ホームセンターとかで売ってる軍手で、ゴムのねつぶつぶがついてるやつっていうのはこういう火を扱う時には NG です。なぜかっていうと、熱いものをね持った時とかにゴムが溶けて、で軍手の中の肌の方までね、溶けて入ってきちゃうことがありますので、つぶつぶのついてない軍手、もしくはつぶつぶの軍手だったらそれをこう裏返してね、つぶつぶがこう手の甲の方に来るように使うことでゴムが溶けるのを防ぐことができます。で今回これは僕は革手袋を使ってます。そういうのがあると、やけどとかをせずに安全に焚き火をすることができます。